はい、皆様どうもマフロです。はい、今日はですね、黒の空想帳で、レベル 70ID ありましたので、前回というか、ちょっと前にアラミゴやったんでね、今回はクガネ城、行ってみようと思います。悪党成敗クガネ城、それでは行ってみましょう。ここはソロでは初めてかもしれません。なのでちょっともたつくこともあるかもしれませんが、ちょっと痛いな、若干だ。さすが70。また何か出てきた、芸人が出てきた。ああ、間違えてインパクトじゃないの。ゲージを貯めよう。なんかいっぱい出てきた。なかなか雑魚の攻撃痛いですね。追放魔一応よけた。爆発するやつ、もう倒せる。走れー。まとめたいんだけどな、ザコ。でもまとめたらちょっとここはやばそうだな。1グループでもそこそこダメージ食らっとるな。2グループぐらいはいける。あ、やばい、口寄せしてる。あ、口寄せ措置できたか。呼ばれたら面倒だもんな。こいつは口寄せするから厄介だ。先やっつけよう。また間違えた。なんかやっぱコントローラーおかしいわ。意図しないところで出てくる。あれ違うって。あ、やばい、あいつ口寄せだった。もう水落とし。あら、呼ばれちゃったよ。痛いも思ってます。
やっぱり慣れてないところだと差が出るね。どんなボスだっけこれ。なんかここは青できた気がする。こいつの畳返しだっけの技が青で必要だった気がする。なんか出てきた。そうこの技、今の畳返しね。で確かねここマメット夕霧だっけ、なんかが出たはず。それ結構高かったと思うんですよね。それが出ればラッキーですね。サンダラとか取られたらなぜかインパクトが出る。やっぱコントローラーおかしい。フォルテアコールすると剣術魔で出たりしますし、もう緩くなってきてるのかな入力が。お、用心。酷使しすぎなんだよコントローラー今の判断がそう。お金もらえる。拾え。まっしぐらじゃねえよ人殺しちゃう。やる気がないらしい。まあこんなもんか。さあ出るかな。マメって夕霧出ないよね。なんかオーケストリオンが出た。あ、持ってる残念でございました。
それではご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。では、さようなら。